皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。今日は動画ネタでございます。皆さん、スモールリューっていうメーカーご存知ですかね。なんか今となってはすごく有名なメーカーに実はなってるんですけど、私もですね、切っては切れないメーカーさんなんですよね。私がね、カメラ買うと必ず買うものがあるんですよ。それがスモールリグさんの L 字ブラケットか K 字なんですけど、L 字ブラケットっていうのがこうなんか写真用のやつですよね。こういうやつ。ここについてる、これ L 字ブラケットで。まあ、ここがアルカスイスっていう企画になってて、まあここでこうカメラを固定したり、縦構図、横構図がこう自由に瞬時で行いますよというようなのがこの L 字ブラケット。写真を撮るカメラは、写真用のカメラは基本的に私この L 字ブラケットをつけてて、あと動画を撮影するカメラに関しては、こういうですね、ケージっていうのをつけてるんですよ。なんかこの枠ですね。これなんかいろいろこうパーツがついてますけど、動画の場合はここにマイクつけたり、なんかケーブル挿したり、ここにモニターつけたりとか、いろんなことをやるんで、まあ、このケージを動画撮影用のカメラにはつけるようにしてるんですね。まあ、こういう、なんですかね、動画撮影、写真撮影の補助アクセサリーっていうのかな、そういうのを発売してるのがスモールリグっていうメーカーさんなんですよ。今日はですね、スモールリグさんから商品の提供をいただいて、動画制作依頼をいただきました。こういくつかある中で、どれか好きなのどうぞっていうことで、まあ、3つ選ばせていただきました。普段使わないようなものをこうチョイスしたんですけど、この動画で紹介したいと思います。行ってみましょう。まず一つ目なんですが、こちらですね。アルミ合金製ミニ三脚2429っていうミニ三脚になります。スモールリグの商品って必ず4桁の番号がつきます。これが2429という商品型番になります。これね、結構感動しました。めっちゃ頑丈なの。だいたいこれね、弱いんですよ。この手の三脚。めっちゃ弱いの。だからこうやってる間に、だんだんこうお辞儀してきたりとかね、こういう風に設置してもカメラの重さに耐えられなくて、だんだんこう後部を垂れてきたりとかですね、するんですけど、これでめちゃめちゃ丈夫なんですよ。こうここを緩めて、ここが首が動いて、これを閉めれば動かなくなるんですけど、これねめちゃめちゃ丈夫で、こう閉めた状態だと結構ね力入れても全然動かないの。すごい丈夫なんだと思った。その分ね、滑らかさはないです。まあ、なぜかというと、これわかるかな？このね、ボールのところに、こう水を切ってあるんですよ。だからこう締めた時に噛むようになってんだよね。まあ、滑らかさはないけど、こういう水を入れることで、すごいガッチリと止まるようになる、引っかかるような感じになるんで、まあ、使ってる方はね、安心ですよね。この上にすごい重たいカメラとか乗せても平気で耐えられるから、いや、これはいいなと思いました。だから、こう、卓上のウェブ会議とか、それこそこういう風に Vlog を撮ったりとかね、っていう用途で最近使っている三脚になりますね。これめっちゃおすすめです。まずこれが一つ目でした。二つ目がね、これ、これ3286かな？うん、3286っていうライトになります。使い方は簡単で、ここでポチッと押すと、あ、眩しい。こう、光ります。で、ここをくるくるっと回すと、強くなったり、弱くなったり、っていう風に言います。こんな感じでさ、まあ日頃オンライン会議とか、あとセミナーとかで使う時なんかに、この上につけてね。で、こうやって、はーいってこう喋るわけですよ。というようなまあ使い方ができるんですけど、でここの下のところがアクセサリー種になってるんですけど、このサイドにも上もかアクセサリー種が取り付けられるようになってて、さらにこう追加でパーツを増やしていくっていうのができるようになってます。アクセサリー種が3箇所こういう風についてますね。だからなんかマイクつけたりとかね、そういうこともできるのかな。追加でこうライトを足したりとかもできるのかな。うん、
なんですけど、これね、私前からこういうちっちゃいライト欲しかったんですけど、買ってなかったんですよ。今回ちょうどよかった。で、何に使うかというと、まあ今みたいな、ちょっと野外の打ち合わせとかですよね。私車の中でウェブ会議することとかもあって、そういう時にこれで顔照らしたりもするんですけど、こういう普段の動画撮影の時にね、欲しいと思ったんですよ。まあなぜかというと、今、こっちからの光、これ一灯だけ当ててるんですよね。で、この光が目に入ると、こう、キャッチライト？キャッチっていうのかな？こう、目がこう、目の中にライトが入ると、すごい目が綺麗に見えるみたいなのがあって、例えばですね、これこうつけますよね。これでライトをつけると、ほら、ここに目、なんか光が入るでしょ、こういうふうに。はい。こういう効果があるんですよ。これ1個でもいけるのかな？ちょっと強くしてみましょうか。どうですか？あ、なんかこれでもいけますね。はい。こういうふうに目の中にこう光を入れることで、ちょっと何？目がキラキラして綺麗に見えるっていうか、そういう効果があるんですよ。だからまあ、こういうちっちゃいね、ライトね、1個欲しいなって思ってたんですね。普段から動画撮影している人とか、それからセミナーとか講義とかね、そういうことをやることが多い人は、こういうライトが1個あると、なんか目の演出ができるので、すごくいいですよと。まあ普段使いのその顔を照らすっていうのももちろんいいですしね。で、メガネをかけている人は、まあちょっと角度をつけないとメガネにね、光が入ってしまうので、ちょっと逆効果だったりしますから、横から当てるようにちょっと工夫しなきゃいけないんですけど、裸眼でこうやって動画を撮る場合は、目にね、このキャッチが入るのですごくいい演出ができるのかなと思います。これも非常におすすめですね。で、最後に3つ目に紹介するのが、マイクなんですね。私ここにマイクつけてるんですけど、ラベリアマイクって言うんですが、動画を撮影するときに、やっぱりこう、動くじゃないですか。だから、1個のマイクだと、こっち見たら、音が拾えなかったりするんで、基本的にはこう、ラベリアマイクをつけてると、常にこう、音が拾ってね、いい感じに聞こえるんですけども、私みたいに動画を撮影したりとか、セミナーをやられている人とかは、まあ、こういうマイクがあると非常に便利なんですけど、実はね、今、この動画も、このマイクで撮ってるんですけど、別撮りしてるんですよ、音を。で、何で別撮りしてるかというと、はい。スマートフォンで別撮りしています。カメラのマイクで音を録音してもいいんですけど、やっぱどうしても部屋の反響があったりとか、ちょっとこの背景をね、ぼかそうとすると、どうしてもこうカメラとの距離が生まれてしまうので、遠くにこう、声を飛ばすような感じになってしまいますから、どうしてもね、音がね、綺麗じゃないんですよ。まあ映像にもよると思うんですけども、ラジオがあるのと同じようにですね、動画もそんなに映像は綺麗じゃなくても、音は綺麗であれば、結構すんなり見れたりするものなんですよ。だから、視聴者に不快感を与えないように、音ってすごく重要なんですけども、まあ、これから動画やりたい人とか、まあ、ちょっと今、音どうしようかなって考えている人におすすめなのは、こういうイヤホンを買って、スマートフォンで録音する。で、それを後で動画編集時に一つにまとめるっていうのがめっちゃおすすめです。ちなみにこれカメラのマイクに切り替えてみると、はい、こういう感じですね。カメラのマイクで拾っている音が、まあ、こういう音になります。なんかちょっと遠くから話しかけてるっていうか、こう跳ね返ってる反響も聞こえるでしょ？で、これがスマートフォンでこの近距離で声を拾うと、こういう風にですね、音が変わるわけですよ。これ非常に便利ですね。で、マイクがですね、4種類あるのかな？うん。普通のそのカメラに差すタイプのマイクと、これ今私が使ってるのはこれ iPhone のマイクですね。それから、Android 用の、USB-C 端子のマイクもあるので、このマイクを使ってこうやって別撮りして、よりクオリティの良い音を届けるっていう風にやると、すごくいいと思いました。スマートフォンってやっぱ電話機なんで、音いいんですよね。うん。で、これ、再生するときは、このマイクを抜かないと、音聞こえないですから、再生するときはそれ注意ですね。で、ちなみにこれ、後で動画を一つにするときなんですけども、まあ、おすすめはですね、こういうふうに、手を叩いていって、そうすると、波形がピンって出ますから、その波形をこう合わせていく。まあ、この動画も、
動画撮りながら音声もそのカメラで撮ってるんですけど、そのカメラで撮ってるその波形と今スマホで撮ってる波形、パチンって手を叩いたところがこうピンって立ちますから、それを合わせていくっていう風にすれば、すんなり音を合わせることができると思います。マイクってさ、例えばそのワイヤレス GO とかね、私が普段ライブ配信で使ってるこういうマイクとかもそうですけど、結構いい値段するじゃないですか。それよりはこうやってラベリアマイクを1個買ってスマートフォン録音するっていう風にやった方がだいぶ安上がりだし音質もいいので、動画初心者には本当おすすめですね、これね。はい、というわけで今日はスモールリグさんからご提供いただいた三種の神器的なものを3つご紹介させていただきましたが、いかがでしょうか。たまにはこういう動画ネタもいいね、簡単な機材からやってみるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。